ありがとうございます。ありがとうございます。21歳になりました。めっちゃいっぱいおめでとうってコメント来てる。嬉しい、ありがとうございます。今日はちょっと夜配信ができるかちょっと分かりかねますので、ちょっと朝のうちにやります。今日7月5日はですね、イさんのお誕生日です。パフパフパフということで、イさんは21歳になりました。ちょっと朝だから、朝だからっていうこともないけど、顔がちょっとむくんでる気がする。なんか最近ちょっとね、顔がむくんでる。高級短冊10個ありがとうございます。クラッカーのギフトありがとうございます。ありがとうございます。お誕生日です、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。朝なのに見に来てくれてありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。来てくれて、こんな早くにショールームするのちょっと初めて、久しぶりな気がしますね。クラッカーありがとうございます。ちょっとツリムかな、高級短冊ありがとうございます。21歳の会に始めまして、SK48 チーム E、 21歳のかえにゃんこと池田楓です。21歳になってしまいました。でもなんか全然実感ないし、まだねケーキも食べてないし、食べるかもわかんないし、だからそんなにだし、今日は忙しい一日なので、あんまり自分でも全然お祝いできないから、もう今日のこのショールームで皆さんにお祝いしておいてもらおうと思って、朝一からお祝いしてもらえて嬉しいです。高級短冊ありがとうございます。8時前ぐらいまでやります。50分ぐらいまでします、多分。おはようございます。あ、今ちょっと忙しくて LINE 返せてないんですけど、見てますちゃんと。なんか本人からちゃん、本人とちゃんとやり取りしてるので、ファンの人伝言してくれて、わざわざありがとうございますって感じなんですけども、ちゃんと返信はするので、本当にもう起きて、もう本当に慌ただしくてちょっと返せてないだけなので、短冊タワーありがとうございます。あーやばい、目覚まし鳴ってる。バカ陽気な音楽の目覚ましが鳴った。バカ陽気な目覚ましが。でも短冊は壇上に残んないんですね、それは寂しい。
ショした時にも、なんかもったいないね。ここにいてくれたらいいね。ちょっとね、短冊なんかもう、ここは私のショールームなので、私の話をしてくれたら嬉しい。基本的にはたんざく100個、ありがとうございます。まあ21歳、何もまだ変わんないですね。まだ生まれたかも分かんないし、8時にもうアラームかけてあった。8時にもうアラームかけてあった。高級短冊10個ありがとうございます。あ、20個だった、ありがとうございます。達成できそうですよね、なんかいい感じで。もう眠すぎる、眠いしお腹すいたし、もうホールケーキを食べたい気分ですね。今日月曜日か、土曜日ということで、今日は夜にショールームの ZEP ツアーのショールームもあるので、見てください。谷さんと優香さんとあります、 ZEP のショールームが。9時半からです。9時半からです。これニキビできてる、ニキビというか吹き出物というか、ニキビというか吹き出物というか、でもこの年だともう吹き出物って言うのかもしれないですね、もはやニキビじゃなくて。おはようございます。なんか全然誕生日の実感がなさすぎて悲しいんですけど、20時半だ、間違えた、21時半って言ったな、8時半だ、ん ?8 時半だ、8時半だ、まだ時間感覚が狂っておる。なんか陽気な帽子とかかぶりたいんですけど、ちょっとないので、ちょっとなんかどうしようそんな陽気な気分でもないな。寝起きって言っても、まあちょっとは経ってますよ。そう、ケーキの帽子は実家にある。
高級短冊10個ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。そうですよね、お誕生日になりました。お誕生日ですよ、あっという間にお誕生日。そう、本日の主役、心の中で、心の目で見てください。ここにタスキがあるっていう風に。でもごめんなさい、カチャンって回しちゃった。けんさん来てくれてありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、じゃあお誕生日の歌でも歌っておきますか、自分で。じゃあ皆さん一緒に歌ってください。せーの、 Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear。 Happy birthday to you、イエーイ。聞こえた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 よ。聞こえました、多分皆さん、ね、全国各地からお祝いの声が届いております。多分届いてます。もしかしたら夜ショールームできないかもしれないので朝やっておきます。パフパフありがとうございます。短冊1079個、おお、半分ぐらいいきましたね、嬉しい。あと1000個、7日まであるので、明日と明後日もあるので達成できたらいいですね。しましょう。ケーキのギフトありがとうございます。北海道からお会いしてます、お、ありがとうございます。もうすぐ北海道に行けるということで、お誕生日おめでとう、ありがとう。クラッカーのギフトありがとうございます。50分までやります。ピンクの短冊3つありがとうございます。あと20分ぐらいです、やります。多分15分くらいやります。夜できたら春ケーキダメよね、夜ね、できるという確証はないんですよね。だからもしあの遺産からの連絡が来なかった、通知が来なかったら、ちょっとあのケーキ食べた写真をツイッターに載せといてください。初見さん誕生日おめでとう、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。ルームフォローとツイッターとインスタのフォローなどお願いします。
石のギフトありがとうございます。あ、そうですね、大富豪とかアイドルデイズでも写真が出てるので、写真っていうかあれか、あの誕生日のカードが出てますね。あとハッシュタグ池田かえで生誕祭2021のハッシュタグとか見てます。いいねとかもあの後でまとめて押します。バーって、動画とかなんか画像の加工とかもありがとうございます。7月5日ですね、今日はついに年を重ねてしまった。高級短冊のギフト10個ありがとうございます。高級短冊もう10個ありがとうございます。ありがとう。イさんは誕生日です。アミさんとのシンメトリーよかった、ありがとう。高級短冊10個ありがとうございます。誕生日の仕様になってるルームも今日までですかね、明日までかな。あとなんかケーキのギフトとかも期間限定だからありがとうございますくれて。いいねしすぎると規制かかっちゃう。でも規制かかるほどそんなにツイートされない気がするから全部押します。あ、クラッカーも限定かな。クラッカーありがとうございます。 いつもあるっけ、ないか。ありがとうございます。ピンクの短冊ありがとうございます。クラッカー2個ありがとうございます。カイニャンキラキラしてる、かわいい。 ありがとうございます。ピンクの短冊4個ありがとうございます。ケーキありがとうございます。これケーキだよね。ありがとうございます。おはようございます。おはよう、おはよう、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。いやー眠いね、とにかく。みんなのツイートを見て元気を出すね。今日は月曜日ですね、みんな頑張ろう。月曜日。まあ朝からファンの皆さんにお祝いしてもらえてすごく幸せです。ありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとうございます。21歳の抱負はですね、たくさん
頑張ってたくさん頑張って美味しいものを買うことです。美味しいものを買ったりすることが遺産の遺産の目標ですね。美味しいものを食べたい、それが私の願いですね。なんか左目がめっちゃ痛いんですよね。なんでかな。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。なんか起きた瞬間からなんか痛かったんですよね。なぜかしら、なぜかしら。お腹すいた。なので朝ごはんを楽しみに生きております。今なんかすっごいドアップになってるんだけど、なんと めっちゃドアップ顔が。短冊ありがとう。寝落ちしてサイン会買いそびれた。嘘でしょ。あやっちゃったね。あんなに言ったのに。いつも悲しいねん。あんなに言ったじゃないの。まあ、その寝落ちするぐらい疲れてたってことですね。みんなお疲れ様、毎日生きてて偉いですね。朝ごはん何食べるの。朝ごはんは決めてないけど、なんかコンビニで美味しそうなものを買います。ケーキってさ、壇上に残らないのかな。なんかいい感じのスクショを撮りたかったんですけど、ピンクの短冊がさっきまでいたんだけど、いなくなってる気がする。そう、去年って朝ショールームしてたのかな、夜ショールームしてたのかな。でも去年のなんか写真を見返してたら、めちゃ髪短かった、このぐらいだった。なんかもうヘルメットかなぐらいだったですね。おはよう好き、本当ですか、ありがとうございます。お酒飲める年になったの？いや、21歳になったって書いとるやんけ。あれ書いてないっけ。二十歳から飲めましたよ。あ、中坂さん、あのお誕生日ライン1位でした。イエーイ。ありがとうございました。中坂さん今日会えますかね。うん、かわいいやつが来ました、ありがとうございます。これは残るやつだ、これは残るやつだ。あ、いた、顎なっちゃった。食べます。中坂さんありがとうございます。おはようございます、結婚してください。え、絶対にそんな朝一でそんな言ってくる人はね、ダメ。
そうです、中坂の誕生日の時は私が1位だったので、まあ相思相愛ということですね。今ちょっとタワーのお礼を書いております。なんか初めて見ました、このなんか織姫みたいなやつ。じゃーん、こっち、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。失礼しました、ありがとう、嬉しい、とてもありがとうございます。50分になったら終わります。誕生日ガールおめでとう、ありがとうございます。誕生日おめでとう、ありがとうございます。何時に起きたの？6時50分ぐらい。もうね、最近ね、もうね12時間ぐらい寝たいね。中坂さん短冊お願いします。中坂さん短冊とタワー100個お願いします。メイクはね違うんだよね。メイクはね、イサンねめっちゃ早いの。イサンねめっちゃメイク早いんだよ。だってね、肌はさあんまさ適当でペペペペペペってしてさ、眉毛描いてアイシャドウ塗って、アイライン端っこにピュッてして、でまつげキュッキュッてして、ペペペってするだけだけ。あと眉毛ペペペペってやって。でも今日中坂に会えるか、会えるかな。中坂さんケーキ食べましょう今日。いやでもこれ全然あれですよね、すっぴんじゃないんですよ。ちょっとだけ本当に目の周りをピンクにしておけばなんとかなる。あSK 中坂みゆチーム S さん、短冊10個ありがとうございます。これでちょっと高級ゼリーへの道が近づいたということで。ありがとうございます。メンバー特権で名前呼びましたけども、皆さんありがとう。
ございます。ありがとう。私はね、7月いつの日かの今夜比べてみましたもんね、見ないといけないんだよ。7日かな、7日にあるんだよ。それは矢吹奈子ちゃん、奈子さんが出るから、見ないと見ないと見ないと。わあ、待って、ピンクと青揃ったんだけど、どうしよう、嬉しい、泣いちゃう、ありがとう。ちょっと待ってくださいね。短冊タワーと青のやつが、ちょっと私ここに名前呼べないんですけど、ここにも名前控えときますね。ちょっと今日は誕生日なので名前控えときます。もういつかずっと覚えとけるようにもう名前控えときます。そのお祝いの気持ちとかをやっぱずっと覚えときたいので、もう遺産は控えといて、覚えとくっていうことにしますちょっとマッキーを買いに行かなきゃな。かわいいですね、織姫さまと彦星さん。誰、ちょっとしかタワー立たないんですねってめっちゃ煽ってくるじゃん何ですか、何が言いたいんですか。ちょっと悲しいよ、何を言ってるのかなんかそういうこと言わなくていいし、別になんかそれってファンの人にもメンバーにも失礼だと思いませんか。ちょっとさようなら、バイバイ。ちょっと名前ダメらしい。まだ短冊タワーありがとうございます。ありがとう。もう誕生日の日にそんななんかやめなされ。ありがとうございます。短冊ありがとうございます。ダメダメ遺産マジレスしないって決めたんだった。マジレス女にな、マジレスしないって昨日言ったんだった高級短冊10個ありがとうございます。高級短冊10個ありがとうございます。そうだった何も言わずにピッピッピッってやるです、はいもうダメですね、イさん悪い子ですね、ごめんなさい。これは彦星？水色って彦星ですよね。水色って彦星ですよね。違うな、それはひな祭りだな。ありがとうございます。ちょっと一応、彦星タワーありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。スクショできたら教えてください。ももたん中ももに朝から祝われる幸せ。ありがとうございます。中ももが朝から来てくれるっていう遺産、めちゃくちゃ恵まれてません？ファンの人にとっては最高じゃないですか。ちょっとちっちゃい子が好きな方にとっては。してお城もありがとうございます。ちょっとお話ししながらお礼を書きます。すごい、ちょっとイさんの今ここのお皿の上がすごいことになっている。織姫様と彦星様がいるんですけど、ここにあの二人の城が立ってます。多分愛のあ、でも二人って出会ってないんですっけ。普通は出会ってないけど、空の上でなんか出会わないんですよね。けど今日はここで出会ったっていうこと。この地の、なんかさ、川が途中にあるんでしょ、空の中の。はい、ありがとうございます。あ、7月7日しか会えないっていう、あ、そういうこと。あ、じゃあ今日は特別にイサの誕生日だから会えたってことで、あの2人も感謝してると思います。織姫さんと彦星さん。お城タワーありがとうございます。そうだ、天の川だ。ありがとうございます。なんか最近ダイエットしてるのになんか顔が丸いパンパンなんですけど、なんでですか。ありがとうございます。スクショできたかな。100億枚ぐらい取っといてください。スクショ。あとはツイッターで池田楓生誕祭2021とつぶやいていただいたら、それも見に行くので、ぜひつぶやいてくださったら嬉しいです。ツイッターのフォロワーさんも少しずつ増えてるので嬉しいです。21歳も応援してます。ありがとう、いつもありがとう。じゃあそろそろショールーム終わります。多分そろそろ終わります。皆さん言い残したことはありますか。今日も見に来てくださってありがとうございました。今日は夜に8時半から、谷さんと優香さんと、ZEP ツアーのショールーム配信があるので、そちらを見に来てくださったら嬉しいです。お願いします。ボール何個持ってるの。何のボール。スクショしますね。ありがとうございます。スクショします。彦星さんと織姫さんと島原城。はい、チーズ。
ケイ。生まれました。お父さん、お母さん、産んでくれてありがとうございます。そしてファンの皆さん、私に出会ってくれてありがとうございます。そしてお誕生日をお祝いしてくださってありがとうございます。皆さんからのお祝いの気持ちを感じて、すごい自分生まれてきてよかったなと思いますし、アイドルになれてよかったなと本当に思います。ありがとうございます。いろんなことに感謝の気持ちを忘れずに21歳の1年は頑張っていきたいと思います。やっぱりこうやって活動できているのも家族の支えだったり、ファンの方の支えだったり、いろんな方の支えがあって、もちろん先輩とか同期とかの支えがあっていろいろできているので、本当にいっぱい感謝の気持ちを持って少しでも恩返しができるように21歳は活動していきたいと思います。そうですね、だいぶ私も強くなってきたと思うので強く生きていきたいと思います素晴らしいスピーチをいたしました。もうこれがイさんの生誕スピーチはこれで以上になります今日前髪綺麗だな。前髪綺麗。あ、ちょっと聞いてください。先輩からおめでとうラインが来たんですけど、それは誰でしょう？正解はゆずきさんでした。相変わらずお優しい私の推しメンです。嬉しかったです。イさんはいい一年になること間違いなしですねみんなさんの予想も大体正解ですね。そう、先輩から連絡来るのって本当に携帯落っことしちゃうぐらい嬉しいので嬉しかったです。私は学生なので8時になると配信が切れてしまいます。まだ中学生なので8時になると配信が切れちゃいます。中学生なので8時になると切れますね。まだ JC なのでありがとうございました。じゃあ21歳楽しみます。今日も一日、みんなも今日一日、今日も一日頑張ってください。いってらっしゃい朝のニュース番組みたい。今日も一日いってらっしゃい。やばい、え、切れない、画面が固まってる。やばい、終わらせてくれない。
マジでちょっと調子悪い Wi-Fi の切れないよ配信が。どうしたらいい。違うんだ、もう切るんだって。私ありがとうございました。端末変えた。